い、どうも皆さんこんにちは。はいはいはい、どうも皆さんこんにちは。今回は TNT ゲームズをやっていきたいと思います。その DJ プレイの方にアップしたばっかりなんですけど、なんと昨日ねアップデートが来たんですよ、 TNT 鬼ごっこに。なので今回はそれをやっていきたいと思います。今回のアップデートはなんか、なんだろう、オッケー、まずは逃げて、まずは逃げて。このゲーム本当に懐かしいね。僕あんまやったことない。やってないんだよ。あ、そっかそっか。僕最近マルクってやったけど、ジュンはもうずっとやってないんじゃない？これが出て以来ですよね、もう。確かに。まあ、ね、アップグレードは地面とかにアイテムが落ちてるはず。え、それで、そう、なんかスピードが速くなったり、いろいろおっとおっと、あそこにもう TNT、ちょ、影モード邪魔だな。あ、もうみんな TNT になっちゃってる？そうだよ、もう TNT いる。あ、もうめっちゃ影モードかっこいいと思ったけど、これはちょっと見にくすぎ。TNT がいた。影モードテストなんかめっちゃ変わるんだけど、待って、マインクラフトダサくなるよね。ダサくなるわ。ちょっとそれはひどくない？マインクラフトがダサいとか。すいませんでした。あ、やばい、なぜか僕がTNT 持ってる人殴っちゃったんだけど。なんで殴るんだよ。オッケー、まあ皆さん、まあみんなルール知ってると思うんですけど、簡単に言うとアップグレードありました。テレポートっていうものをゲット。え、マジで？それはめっちゃいいよ。テレポートのアイテムは。うん、右クリックすると、なんていうのかな。いや、右クリックしなくても、僕、エンダーパールが浮いてて、それを触ったら、なんか適当な場所になんか TP された。ああ、そういうこと。拾うんじゃなくて、その落ちるアイテムに触ったら発動されるのか。そうそうそう。じゃあ僕はちょっと今回アイテム探すわ。うん、今 TNT 持ってる人、めっちゃ近かったから、うん、もうエンダーパールに飛び込んだらもう。あ、待って、あそこにある、あそこにある。あれは、待って、僕取っていい？あった。スピードブースト、スピードブーストゲット。僕取るよ。あ、これはスピードブースト。あ、取られたし。ちょっと今回アップグレード探しの旅に出かけたいと思います。あぶね、目の前で誰か爆発したんだけど、ね、マジいろんなアップグレードがあるはず。あれ、ね、こんな地下あったっけ。僕とマルクやった時なんかマップあんま探索しなかったけど、意外とあるんだ、ね、それかこれマップも変わったのかな。あれあれ、今僕爆弾の人に殴られたのにさ、なんなかった、なんなかった。めっちゃラッキーじゃん。え、おお、アップグレードゲット。なんだ、30秒だった、よかったよかった。ランダムのアップグレード。あ、じゃあ適当に待て、ルビゾー、前回のルビゾーはなりたくないからもう渡しちゃうわ今インビジビリティのパワーアップゲット。あ、透明になれるんじゃん今。お、インビジビリティ。 あ、待って、僕ランダムあった、あ、今あった、ランダムあった、取りたい取りたい。あ、スピードブーストゲット。おー、チェストが浮いてる。あー、なんかゲットした。あ、トモヤが鬼になった。あぶね、さあぶね、残り5秒。嘘つけ、頑張って頑張って頑張って。じゃあ僕爆弾じゃん俺逃げてたんだけどルビゾーになっちゃった俺は。それ、あ、スピードブーストがある。あ、でも取ろっかな、行こう。取っちゃえ取っちゃえ取っちゃえ、行きます。あ、これ多分マップ変わったわ。多分変わった、変わった、絶対変わった。こんなもんなかったよ。お前取れてねえぞ。嘘、あ、取れてないオッケー、あれあれあれ、ジャンプしてみた。ノー横の糸が爆弾になった TNT だったちょっとこれマジで逃げないと。ちょっと30秒あるぞ。この人足速いっていうか、速い、足速いよこの人。マジか、ちょ、怖いぞこれは。あ、そっか、爆弾持ってる人は足速いんだね。スノーボールパワーアップノー。じゃあルビゾー現象狙います。ルビゾー失敗しろ、ルビゾーやって失敗しろ逆にさ、もうルビゾーやんなきゃ。おい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 、何おいおい、え、あと時間がない、時間がない。何これ、何なの理想の作戦さ、前までは良かったけどもう今ダメじゃん、練習してるよ。